今回紹介するのはみんな彗星を見ていた史的キリシタン探訪記という本です。島に行って隠れキリシタンに興味を持ったこんにゃく屋のスペイン機構かと思ったらそんなお気楽な珍道中ではなかった間違いなく。 今年最高のノンフィクションだ。星野ひろみは、やはり僕の大好きな星野さんだった。長崎、大村、雲仙、そしてビトリア、ラハナ、ロヨラ。インターネットでもなかなか見つからない小さな町へも行ってしまう。徹底的な現場主義は今回も発揮されているし。 キリシタンのの時代の空気を感じるために竜とまで習ってしまう。作家はここまで真摯な態度で対象に向き合うものなのか最近ユネスコ記憶遺産問題で歴史の政治利用が話題になったように権力者はいつの時代も自分たちが信じたくない事実を隠そうとするものだけど そんな地下に埋められてコンクリートで塗り固められた真実を星野さんが手づかみで見せてくれるまずはお互いに歴史の誤解を解くそうしたら向き合えるラハナの神父の言葉は星野さんの奇跡を見たからこその言葉なんだなまだ一回しか読めていない本当に読み応えのある名作です。以上、興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。